アフィア・カジタ vs ノブヒコ・オカモト The Spicy Ramen Challenge。はい、どうも、アフィア・カジタです。そして声優の岡本信彦です。イエーイ、というわけでついに実現しました。岡本信彦とのコラボ。はい。はい、もう前からねやる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 言っておきながら、ね、お待たせしてしまいましたけれども。はい。僕の声優チューブの方では、うん、川地田さんとなんとマフィアを歌うという。ああ。多分同時。そうか、そっちが先に出てるんだ。多分同日ですかね。多分同日に多分出てるとは思うんですけど、もう発表したら多分確実に同日に。まあ、見てる人はどっち先に見てるかわからないけれども、同日にお互いのチャンネルでね動画出てますんで。そちらをぜひチェックしてほしいんですけれども、はい、こちら側マフィア梶田の YouTube 側では何をやるかというと、はい、ここにね不穏なものが並んでるでしょう。来た。俺はね YouTube っていうところで何かバズる企画っていうのを今まで勘違いしてたんですよ。ちゃんとなんか普段やってるみたいな動画を出した方がいいんだろうなって思ってたんです。はい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 。違うみたいなんですよね。どうやらあの YouTube を好むその人たちっていうのは画面の向こうの人間が苦しんでる姿を。そうしたそんなことないですよね。そうなの？俺はそう受け取ったんですけど。なるほど。そんな世界だから我々はねそれに屈しないと。わけない。それ屈しない姿を見せて心ある人々に勇気を伝えていきたい。いいですね。いいコンセプト。というわけで激辛ですよ。出たい。まあこれはねあの辛いもん得意なんでもう屈しない自信があるわけなんですよ。ところが岡本信彦さんはいかがかな。僕甘党でして。なるほど。じゃあ楽しみですね。楽しみです。今回ですね、うん、僕はあの屈しないようにですね、うん、調べました。お、もう科学で勝負します。辛さに対して科学で。はい。カプサイシン、これにはですねホットコーヒー用意しました。ホットコーヒー、はい、こちらポリフェノール、ホットだとさらにポリフェノール量が多いと、はい、分解してくれます、はい、カプサイシン。そしてカプサイシンは分解してくれたとしてもやっぱりですね粘膜を痛めると攻撃される可能性があると。まあまあまあ、そうですそうです。なんでまあ一旦飲むヨーグルト、うん、やりつつの牛乳ですね。牛乳に含まれるカゼインというものがですね辛み成分を抑えてくれるという研究結果が出てます。じゃあ辛みに対するメタのオンパレードでいくんだね。三種の神器でいたします。でさらにお水を最初にか、うん、あの食べる前に、うんうん、とりあえず 250ml 飲めば緩和されるという研究結果も出てます。そうでしょう。じゃあ逆に俺はそれを全部やらない状態でやってますね。そうですね。もともと辛党ですもんね、うん、比べてみましょう、うん、どんだけ辛いんだ、はい、あのスタッフさん僕少なめで今取り分けてるから、ね、少なめで最初は何からいきますか。塩タンメンですか。まずはあ一応ね、普通のベースの味を確かめる意味でも辛くない塩タンメンをですよ、ね、うん、用意してあるんですけれども、絶対美味しいもん。まずこれで普通のラーメンの味を確かめてからですかね。 いや、うまそう、うまそうです。これじゃあ乾杯っす。乾杯、乾杯、乾杯、ラーメンで乾杯いただきます。うん、うまい。俺はもう真っ当にうまい。優しい味。これラーメンってなんか普通のラーメンより健康に良さそうに感じるの。なんていうの、え、なんか野菜汁がにじみ出てますね、うん、いただきます。うん、うん、あーうまい。え、うまこれまさかこんなね、優しみにあふれたラーメンを作るところがこの蒙古タンメンとか北極ラーメンとか作れるとは思えない。え、怖いわ。でも逆に、え、でもうまっ。待って待って、超うまいんだけど。うん、うん、うん、ほぼ完食しました。まあこれはうまいな、十分分かるね。こっから本番だね。これは普通のラーメンだとして、まあ続いて蒙古タンメンは5辛なんですよ、辛さで。あ、もう5辛でもう使う。え、いや、カゼイン、ポリフェノール、信じてるよ、お前ら。5辛でもういっちゃう。じゃあ。どうなんすか、初なんですよ、ほんと、蒙古タンメンの蒙古タンメン食べるのはずなんですよ、僕。はい、いや、もう色がね、
色がちょっとね出してますよ、さっき別の料理ですね。まあ思ったより赤身は少ないじゃない、うん、あ、でも香りはそこまでまだそんな鼻にこう例えば嗅いだだけで、うん、うわ痛い鼻の粘膜痛いないです全くいい香りです。むしろかなり芳醇な唐辛子の香り、チゲ鍋くらいの感じです、うん、ほらチゲ鍋近い。しかしこれはまあとろみがついてるから、はい、より辛さが口の中に残りやすい作りになってる。さっきより心なしか、うん、湯気立ってるんですよ。熱そうですね、うん、まあほかほかですね。じゃあ行ってみますか。はい、行ってみます。乾杯。うまっうまっ。口に入れた瞬間から辛み結構きますね。あ、でも意外と美味しい。あれ意外と美味しい。意外と美味しいわ。旨味のあるからだ。あれ、うん、あれ意外と美味しい。うまい。意外とっておかしいけど、あ、なんかその甘党の人でも食べれるかも。うまいわ。これはうまいわ。うん。あ、へえ、うまい。キャベツ入ってるのは結構優しいと思う。そうっすね、キャベツは甘みがあるから緩和されるんですね。キャベツ入れても結構優しいと。まだ喉まで来ないですね、やっぱそのうん、うん、うめうめ、うまいわ。蒙古タンメン行きたがる人の理由分かったわ、これ。これまた食べたくなりますね、多分。うん、全然大丈夫ですよ、これは。まあ、岡本さん、まあと岡本さんが全然いけるくらいだから、まだ長本蒙古タンメンは皆さんこれ美味しく食べれます。うん、うん、美味しい。じゃあお腹いっぱいになっちゃう。お腹いっぱいになっちゃうからね。お腹いっぱいになっちゃう。まずじゃあですよ、これが5です。はい、次のこの北極ラーメンが10です。10 2倍ですか。単純に2倍。さあ、これか。ここからが本当の勝負ですね。もうだって、え、汁どこ行ったの。汁どこ行っちゃった。ほとんど汁なし。汁ないじゃん。汁ないじゃん、だってもうほとんど汁が、そこの方に沈んでますね。どっか行っちゃったじゃん、汁。でも、見ての通り、もう優しさが消えてるんですよね。そうですね。そのやる気満々すぎて、うん、もうこれ普通の近寄らないですよ、この人に。まあね、この唐辛子の量も尋常じゃないですね。尋常じゃないですね、うん、さっきともうレベルが違う。真っ赤っ。さっきと比べたら、もうなんか比較すると明らかですね。タンメンかな、こっち普通の、うん、塩タンメンにしか見えない、もう嘘でしょ、アハ体験でいくと塩タンメンにしか。え、香りどうですか。あー、香りはより唐辛子色が強くなりましたね。あ、これもうそうですね、鼻水が出そうな香りしてますね、もうすでに。じゃあ、いっちゃいますか。初挑戦ですもんね。初挑戦です、うん、じゃあこの野菜と一緒にいかさせていただきます。いきます。うまっ。うまい、うまい。うん、全然余裕。おや、いや、もうちょっと、ちょっと待って、え、まだいける、まだいける、俺いけるのか、俺いける、いける、いける、俺いける、どう、俺いける。もうダメ。喉できた。早速飲みましょう、これ。ちょっと科学の力いいですか、うん、科学の力。進むとき気をつけないとね、あの唐辛子が喉に飛び込むから。あ、あ、でもちょっと待って、これあのね、俺の体はまだ全然耐えられてるんだけれども、なんか頭皮がちょっと危険信号を示してるんで。汗が赤くなってますね。汗がじわじわじわっと染み出してる。今このタオルにだいぶ吸われてて気づかなかったんだけども、食えば食うほどあの眼鏡曇ってきてるし、はい、あ、すごい、体がもう水蒸気を走ってるね、これ。暑い、やだやだ、暑い、体がほてってる。でも、うん、奥に美味しさがこんにちはしてますね、うんうん、ちょっと見えます。ただ、なんだろう、
ドア開けた瞬間にもうなんかトラップの針でザザザザザザザってやられて、うん、その後に深みまで行ったらよくここまで来れたにいい子いい子って言われてるような感じ。これね、一杯食べきったらその分はもうビチャビチャになってるはずなんだよ。俺はもうすでに汗がね、頬を伝ってるから、ね、本当だ。辛さはね、全然耐えられるんだけども、体がね、危険信号を走らせる。これね、辛くて美味しいものの特徴、これマジっすか、うん、もう普通の蒙古タンメン、甘い、甘さすら感じる、うん、あ、でもうまいな、本当に。ヒリヒリしてきた。きたー。汗たっくたくなんだけど。すごいでしょ。サウナ入ってます今、うん。俺の新陳代謝の良さすごいでしょ。辛いも食ってる時ってこうなるんだよ。そんな風になります？いやでもカレー、これカレー。頭から水浴びてる。なんか。でもねほら見て感触。お早っ。え。ね、美味しいのよ。美味しいし、別に水いらないくらいで増えるんだけれども、その俺がね、この生理反応は防げないから。これは、他の YouTuber の皆さんは、ヒーヒー言って食ってるの？いや、これは YouTuber の方々やってないですね。やってない。これと10倍を言ってる。これの10倍？はい。じゃあもっと辛いのあるんだ。はい、これの10倍があります。なんでそっち用意しなかったの？なんでかっていうと、焼きそばの極激辛ファイナルが、その10倍の北極より辛いと。嘘だ嘘だって思いますよね。だってコンビニで売ってるもんよ。そうですよ。それが蒙古タンメンより辛いなんてある。でも注意書き見てください。なんかないですか。注意書きに絶対に子供は食べないようにって多分本当書いてあります。あ、辛っ。あ、本当だ。泣き声と辛みが強いので、はい、小さなお子様や辛みが苦手な方も喫食には十分ご注意くださいって書いてある。牛乳ってこんな甘かったっけ。俺はいい具合に今体が温めてきてるから正直余裕でいける気がする。じゃあちょっと行ってみましょうこれ。うん、じゃあこれちょっとね、今から調理します。もうできない。ちょっと用意めちゃくちゃ用意いいな。めちゃめちゃ優秀なスタッフが持ってるそうなんですよ。YouTube さんマジでスタッフすごいですよ。優秀なスタッフが持ってるな。え、でも見た目は全然北極の方が辛そう。普通のベヤングよ、見た目は。え、全然感じない辛み。え、本当これ言っとく。ちょっと行きますか。じゃあ乾杯。普通のソースの匂いだ。いただきます。ママヒア YouTube。 あ、これダメだ。カジさん、これダメだ。あー、ダメだこれダメだこれダメだ。あー、いったこれ。嘘、いた。ん？痛い。カジさん、これダメだこれ。これ多分火じゃないですこれ。火じゃない。やば。え、一口なのこれ。え、やばこれ。あ、やばい。引かない全然辛み。え、嘘でしょこれ。あ、すいません。ん？すごっ。辛っ。辛っ。これ、え、辛いこれ。辛いとこじゃないです、カジさん。これ
痛さしかないもん。痛っ。行って行って行ってライブでしか泣いたことないのにやばっ。よくこれ全部食いましたね。一口でもやばいです、これトークできなくない？あの、痛すぎて、痛すぎて喋れないんですけど、これえ、これ YouTuber の人すごくないですか、これ食べれるの。マジ？あ、俺これ無理だ、一口でもう、もう本当無理ないです、これ口が回らない冗談じゃない、俺リアクション、オーバーリアクションしてないもん口回んねえよ。これ痛っ。あと痛っ。何リットル汗出てる俺今すごいっすね、うん、あー辛っ。いやもう火じゃない、火じゃないっすこれ。火じゃない、マジでやばこれ。俺あれだね、あの今俺通り越してきた。え？この今世界と俺今一つになってる。それダメですよ。トラベルしてる、それ完全にトラベルしてる。これが全巻。全巻じゃった。ごく激辛ファイナルで全巻じゃったね。今ねもうすぐ俺視力と聴力がアップしてる。うん。五感がすごく鋭敏になって少しの風の流れも肌で感じられる。汗かいてますからね。で耳が徐々にあの聞こえなくなってきて、でおでこのこの辺りの力のところにパワーがすごいスーッてチャクラ開いちゃった。インスタント全だね。これはインスタント焼きそばで、カップ焼きそばじゃない、カップ全だわ、うん、全っすか。カップで味わえる全だわ。あね、あーやばい、いい経験した。このね、あのエンマ様かなんかの顔、これ多分食べた人のリアクションそのままイラストを落とし込んだんだと思う。これ、これ涙出ますね、でもこれ、ね、今この人の気持ちが本当によく分かった。やばいこれ。俺キャラクター的に辛いの何もリアクションせずに過ごすくらいがかっこいいんだけれどもできない。あ、でもやっぱ辛いわ今も。これは本当にだってこれ、カシャさん辛いこれ。僕らこれ多分3分の1か2分の1ぐらいですよ。いや一応全部言ったけれども、はい、意地で言ったけれどもその時にやってくるインパクトだるや市販してきもんじゃないよ。まだね家でならね、はい、誰も見てないから多分涙流してのたうち回りながら食うと思うよ。でも映像で映されながら食うにしてはこれ限界。確かにこれ無理言ったらあのお店できないもんね。大男がなんかもうバン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 机ぶったたきながら涙と鼻水を流してあーすごいわこれ。これやばい、すごい。あ、これは YouTube の客になるわ。これ罠だよヨーグルト。え、逆に飲んだ後激痛鼻だった。飲む前もマシだったってこれ。痛いっすよね。飲んだ後も痛みが半端なかったって。ホットコーヒー痛くて飲めないっすよ、うん、熱くて熱湯かなって思っちゃう。さっきまで飲んでたのに。ホットコーヒーは絶対ありえないと思う。辛い中に熱いものを入れると地獄の苦しみでしょ。言ったよ。誰が言ってたのホットコーヒー食って。 Google 先生っす。大嘘大嘘。そんなのダメだこれ、きつい。いやーきちい。いやすごいわ。でもカシャさんすごいっすわこれ。俺食えないですもんこの量。でもさ、お互いにこの辛さが分かったところでさ、ちょっとゲームしてみて。ゲームしてみようぜ。これお互いにこれ本気で食べたらやばいって分かったでしょ。分かりました。もう罰ゲームに使うなこれだから。マフィア YouTube 真実か挑戦かゲーム。真実か挑戦かって言ってその質問に答えられないとか答えたくないんだったら酒を一気飲みしたりとかこういう辛いもの食べたりとか。なるほど、わかりました。やろうぜ。はい。これ本気で食いたくない。食いたくない。俺マジ一本が限界する。てか一本でも痛い。一、うん、本でも痛くないですか。痛い。
正直1本でもいたよ。まだまだありますこれ。じゃあちょっと盛り直してもらえると。はい、というわけでね、またしてもおかわりしました。これも一旦もう大量に書いてるやつをリセットして、手術か挑戦かゲーム。なんでそんなやるんですか。なんでそんなやろうとするんですか。もはや食べたいとしか思えない。やっぱね、狂気の沙汰ほど面白い。よし、いくよ。はい、真実か挑戦か。岡本信彦が初めてキスしたのはいつ。真実か挑戦か。真実。え、答えんの。小学2年生。はぁ、あ、屋上。はぇ、小2で屋上。目閉じてって言われて。おんま、早熟にも程がある。逆にどんな相手だよ。え、フルネーム覚えてるくらい思い出に残ってる。はい、クッキー、その子からもらったクッキーを、うん、もったいなくて食べれなくてカビ生やしました。めちゃめちゃ好きじゃん。なんでそんなめちゃめちゃ好きな相手から目つぶってて言ってもらえるような人生を送れるんで羨ましい。なんかすごい一番の青春でしたね、あれは。承認。なんだろうな、本来こういう答えづらい質問に対してはめるのが俺の意図なんだけども、普通に答えられた上にしかもめちゃめちゃ羨ましい。負けた気持ちがすごいな、これ。いいっすか。いいよ、じゃあ次そっち行ってみ。真実か挑戦か、うん、去年の年収。お前それ反則。お前それ反則だろ。お前それはちょっと映像になって。挑戦。気になる、逆に超気になるんだけど、これむしろ何これに対応できるぐらいの年収。いくよ。 俺はそんなもんひよったりせんからな。この量いくよ、この量いくよ。すげえ、嘘でしょ、1本じゃないの。嘘でしょ。怖い、もうほら、いや私怖い、これこの食べっぷり。来た全が登ってきた。やばいってこれ、絶対取る。もうトラベルするって。またどっかのなんか 3.5 人ぐらいいてません。喋れなくなる前に質問するね。はい、はい、真実か挑戦か。岡本信彦が初めてエッチな本を買ったのはいつ。真実か挑戦か。うわ、答えなかった。バイト代で、バイト代で言うんすか、ペンギンクラブス。コンビニエッチ漫画誌じゃねえか。いや、かわいいな、かわいいな。その当時あったから。答えるんだ。そんなに嫌。いや、これやばいっすって、これやばいっすって。まあこの短時間で俺今もうビチャビチャだから。さっき拭いたばっかのに。一口でこのビチャビチャだからね。確かに。今新しいんですか。なんで。あのスタッフさん気が利きすぎますよ。こういう気の利かせ方はいらなかったんですよ。おかわり作ってる。スタッフさんも多分1本ずつ食べた方がいいレベルですよ、これ。記念って1本以上食べないですか。あなたたちね、食ってないからそんなこと言える。じゃあ質問してみ、質問してみ、俺に、うん、じゃあ真実か挑戦か、うん、嫌いな声優。おい。お前マジでおい。おい、あれだな、あの今読んでる漫画でよ、将棋漫画なんだけどよ、おどうやったら将棋強くなりますかって聞く質問があってさ、はあ、それで答えんだよ、プロ棋士が、はあ、性格悪いやつほど将棋強えんだ。はい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 、お前ら。時代が声優って。え、ノブわかんない、ノブわかんない。嫌いな声優。多分
5人ぐらいいると思うんですけど、いねえわ生徒さんってだって割とっていうか性格いい方多くないですか。俺が出会ってきた中で嫌な人は今までいなかった。そうですよね。それはピー音で、それはピー音でお願いします。関係各所の皆さん、ピー音で。ギリギリ本当っぽいかな。そうですね、ちょっとそれ、なかなか突き刺さるんで、いろいろ。ギリギリ今言っても、ヘイトが俺に向かないタイプの人。ピー音で、両方これはピー音で、分かんない。幸せかもしれない、分かんない方が。皆さんで、これ分かんない方がいい。これは分かんない方がいいですね。なるほど、じゃあ質問お願いします、うん、岡本信彦の好きなセクシー女優さあどうするピーヨンでいい。ピーヨンでいい。ピーヨンでいいよ。ピーヨンでいいよ。ピーヨンでいいです。ピーヨンでいいよ。ちょっと抱えてるものが。うん、だから出られるものがもう社長だもんな。そうです。いろんな若い子抱えてるもんな。そうなんです。ダメなんですよ、やっぱ。うん。これ仮にこれ出ちゃったら、いろんな意味で宣伝になっちゃうからな。そう、そうなんです。うん。でも、男らしいよ、答えが。本当に食いたくないんだな。これは、みんな、仕方なく言ってるんだもん、これは。これ食べたら、だって仕事に影響するじゃないか。ね、なるほどね。もうこのラインいけるんだったらもうどんな質問にも答えそうな気がする。でも普通に答えてほしいんですけど、逆に梶谷さんはどんなセクシー女優か、うん、上原愛。ああ、もう引退しちゃったけど。ああ、もともとお好きだったってことですか。むしろね、プロフェッショナルぶりを尊敬しつつやる、うん、俺はね、どの世界でも仕事に全力な人が好き。あ、いやでも俺もそうですね、うん、やっぱり才能あふれる方と、うん、あと努力を惜しまない方、素晴らしいと、うん、いやー素晴らしい、かっこいいよ、どの世界でも。かっこいいですね。だからこれ最後にちょっといきますか、一口一緒に乾杯して。新しいのが出たんで。なんで俺ばっかおかわりいやーこれ怖えーなーちょっとこれめっちゃ怖い。これまあね、でもこれだってね、食べ物はみんなありがたくいただかなきゃいけないから。確かに量すげー、量すげーそんな食えます普通。ちょっと一回ですか。一回つけ麺していいですか。つけ麺洗い流してんじゃん。ダメだ、反則だよ。これ洗ってんじゃん。焼きそば洗って食うやついるか。よしこれで洗っちゃってんじゃん。同じくらいの量、全然違うな。でも量はいくぞ、はい、じゃあ最後いただきます。いただきます。全然カレーよー。作ってくれたペヤングの方々に申し訳ないからね、完食するよ。小学生でもこんなに牛乳飲んだことない。うん、うまい、うまい、やばい、やばい、うまい、うん、この人やばい。ありがとう、ペヤングの皆さん、うん、いや、でもありがとうございます。おいしかったです。痛いって見てるだけで俺知ってるから痛いよ。もうやばい、もうあれ、え、これ何、アウトレイジのラストシーン。殺すなら殺せ。え、嘘、それ V シネ。俺は歌わねえぞ。何これ、何この感動 V。何注射するのね。ちょっと可愛いんだよ。美味しい牛乳飲んでる姿可愛いんだよ。まあ、CM 決定ですか。ココイチの…これ今ラストでいいわ。ラストシーンだわ。
落ちたわ完全に。やばいやばい。ああ最高。ああ最高。このね、地獄の苦しみを乗り越える瞬間の脳から快楽物質めちゃめちゃ出る。やばいやばいってそれ。大丈夫なのそれ。あのサウナで整ったーってなる感じに近い。めちゃめちゃ整うね。めっちゃ整ってんだ。いやめちゃめちゃ整うね。なんか溶けそうだもんもう。あはは気持ちいい。大丈夫かな。ちょっと大丈夫かな。でも明日もこれ明日も整うんでしょ下の方から。整うこれ整う。あすごいこれ。明日も絶対痛いよ。すごいこれ合法で始まっていいのこれ。その感じ。いやすげえよく食べた。すげえマジで。拍手でもして終わります？ありがとうギャグ。怖いよもう。怖いよ。ありがとう喝采師。そしてありがとう蒙古タンメン。ありがとう。ああというわけで、いやー楽しかった。楽しかったですか。うん楽しかった。これマジ無理なんですけど、蒙古タンメンはマジで超絶食べやすかったです。食べやすかったし美味しかった。はい。これはあのどっちかというと YouTube とか罰ゲーム向きではありますね。食べ物としてはちょっとよくわからない範囲まで行ってると思います。それを多分目的にして作ってるとは思いますね、ペヤングさんも。でも抜け、本当は抜けがいいから、はい、あの今ぐらいの時間苦しめば抜けるっていうのを目安にしてもらえればいいです、食べるときに。それ、そのコメント大事。どういう、なんかそうですね、なんかリンクしそうなの。そうそう、あの抜けがいいから、抜けがいい、あの後に残らないから、多分血液検査とかでも出ないから大丈夫。バッドもないですか。うん、ないないない、大丈夫。尿検査も出ないから。うんいやーよかった、皆さんね楽しんでいただけたら幸いなんですけれどもね、あの我々の努力をどうか評価していただいて、はい、マフィアガチャの YouTube チャンネルぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いできますと幸いです、はい、そして同時に、岡本信彦のやってる声優チューブの方ですね、はい、声優チューブの方にもコラボ動画上がっております。俺と岡本信彦が歌をお歌を歌っております。そう、その名もマフィア。そうまさかね、あれ系の歌を俺が人生で歌うことになるとは思ってなかったから、まあ、いやよかったっすよ、かなりすぎたよ、完璧でした、うん、頑張りました、はい、多分ね、後にも先もあれくらいになると思うんで貴重な歌ってみたらですね、いやー嬉しい、声優チューブの方もぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ありがとうございます、はい、それでは皆さん、また次回バイバイ、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。